こんにちは。荒木和弘です。海外での拉致。政府認定17人の中では、石岡徹さん、松木薫さん、そして有本恵子さん、3人になります。石岡さんと松木さんは、あの、スペインで、ヨドゴーグループの妻に, <laughs> に騙されて連れて行かれると。有本恵子さんは、イギリスで、やはりこれもヨドゴーグループの妻であった、 やおめぐみに騙されて連れて行かれるというようなことでですね。まあ、あの、騙されて入ったケースです。ただし、まあ、やっぱりヨーロッパなんかではですね、もう無理やり袋詰めにしてとかそういうことできませんから、さすがに本人を騙くらかしていくということになるわけです。で、海外でいなくなった特定失踪者というのも何人かございます。例えば、 えー、大政由美さん、えー、愛媛県の方ですけども、この方は、えー、っと、まあ、卒業旅行、大学の卒業旅行で、えー、韓国の京州、京州に行きまして、そこでユースホステルを出て、えー、失踪をしています。えー、それから、<laughs> 中村美奈子さん、新潟県の長岡の出身ですけども、中村美奈子さんは、新潟空港からソウルへ向かって失踪したということなんですね。ただし、ソウルに韓国入ってから、どういうふうに動いたかというのは全く形跡がわかりません。 でひょっとしたら新潟空港から飛行機に中村美奈子という名前で乗っかったのは別人という可能性もあるんですけども、まあ、ともかくそれでいなくなっているとあるいは佐藤淳子さんこの方はスイスのツェルマットで旅行中にいなくなっています。でそれぞれぞの現場にですね私も行って て、えー、たりしています、まあ,あの大間さんのお慶州は <coughs> まあこれ前に旅行で行っただけで、えー、現地には行ってないんですけども、まあ、場所は大体分かるそれから、えー、中村美奈子さんについてはあのー、お一つ一回情報があってですね韓国の中にいるというで、えー、行ってみたんですけども、まあ、結局違って、えー、おりました、えー、お母さんはもう韓国何度も行ってですね警察に要請をしたりとか、まあ、そういうご努力をされてるんですけど今のところおこれまああの <coughs> 角度のの高いい情報というのはないからあの佐藤純子さんもこれも同様です。でそれぞれ北朝鮮というキーワードが引っかかるものがなかなかないんですけれどもしかしその後の情報が全くないということを考えると少なくともそれを疑っう。 見てみる必要はあるのではないかというふうに思いますで実際にまあ外国で北朝鮮はですね、えー、様々な形で拉致をやっていますので、えー、同様のことに本人たちがあったということはですね、えー、十分にあり得るとでただ <laughs> 調べるのは非常に難しいです、えー。今、あの、お話をした3人以外にも、パキスタンで最後の消息のある塚越義正さんとかですね、えー、おられるんですけども、こうなるともう調べようがないです。全く。えー、で、<laughs> あの、もともと北朝鮮におられるんであれば、北朝鮮側からその情報が出てくるのを待つしかないというのが正直なところです。えー、逆に言えば、海外で拉致をすればですね、あの、後があ分かんないと。 いいううこことととでででやっった可能性だってもちろんんあるということなんですねでもうこれ本当にですね我々としてどこまで調べていけるかという問題はあるんですけどもやはり海外でいなくなったってもちろん日本人であれば日本国政府がそして日本人が救出をする義務があることは間違いがありません。 えー、まあ、これからも情報収集をやっていきたいと思います。でまあ、もう一つ言えばあの台湾の陳聖玉さんのようにですね、日本国内でいなくなった外国の方というのもおられる、えー、ということでですね、やはりあの日本国内で いなくなくった人は日本人在日あるいはそれ以外の外国の方も含めてそしてまた外国でいなくなった日本人についてはですねこれはもうやはり私たち自身が日本国政府が責任を持って助けるというふうにしなければいけないのではないだろうかなというふうに思っている次第でございます。おそらく <laughs> 他にもまだまだ出てくるだろうというふうに思いますし、それから外国で行かれる方の場合、騙されていったということは、ですねこれもあの政府認定の3人の方々でもそうですけれども、やはり当時、私とまあ同じような世代ですから、えーまあ、その北朝鮮はいい国だみたいな、ですねそういう信仰みたいなものがあったんで。 で、まあ、それに騙されて行っちゃったという可能性はあります。だから、まあ、それは騙されていった人でも出会えなくなれば拉致だということでですね。対処をしなければならないということだろうと思います今日はあの外国での拉致についてお話をいたしました今日もありがとうございました。